国際移住機関は世界的な人の移動の問題を専門に扱う国際機関。本部はスイスのジュネーブ。100カ国以上にフィールド事務所がある。加盟国は162カ国。代表はウィリアム・レーシー・スウィング。国際連合総会オブザーバー資格を持つ。1951年に主として欧州から ラテンアメリカ諸国への移住を支援するため設立された欧州移住政府官員委員会が前進。1980年に移住政府官員委員会への名称変更がなされ、さらに1989年11月の検証改正を経て現在の名称となった。日本は1993年に加盟。正規のルートを通して人としての権利と尊厳を保障する形で行われる。 人の移動は移民と社会の双方に利益をもたらすという基本理念に基づき移民個人への直接支援から関係国への技術、支援、移住問題に関する地域協力の促進など移住問題に対応する活動を行う。主な活動として紛争地、災害被災地及びその周辺地域における人道復興支援の実施や移民の搾取を伴う 不法滞在の形態、すなわち人身取引問題に対応した出身国における予防と目的国での被害者の救済や保護を中心とする取り組みが挙げられる。1990年に採択されたすべての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約の成立にも携わった。紛争や自然災害、あるいは気候変動によって引き起こされる人の移動に、 対応する支援活動を実施している。紛争や災害後の緊急フェーズでは、避難民の登録、援助物資の移送、医療機関への患者の移送、仮設住居の提供などが活動の中心である。復興への移行期には、避難民の機関と整形手段の回復を中心に、紛争や災害の影響を受けた地域の再生と安定を支援する。紛争や災害に限らず、 困難な状況にある移民に対して、希望に応じた母国期間やその後の生活再建のための人道支援も行う。例、ハイチ自身、ソマリア内戦紛争の影響を受けた地域において、不正規な人と物の,の流れに対処し、政府の出入国、及び国境管理能力の強化を支援し、平和の定着の兆しを逆行させないようにしている。出入国、 国境管理に関わる施設、データ管理システム、備品の整備や政府職員に対する研修を実施している。海賊対策、人身取引等移民の保護に関わる内容も研修に含まれている。例、南スーダン。和平プロセスが進む国や地域で、政権手段の獲得など、元戦闘員の市民社会への復帰を促進して、彼らが避難民となることを防ぎ、 同時に受け入れコミュニティを支援することで地域の安定を目指して紛争の予防と平和構築に貢献している。移民型国で得た技術を母国の復興と開発に活かせるように出身国の関連機関と協力しながら専門技術を持つ移民の帰国と就業を支援する。日本における IOM の活動は1980年代のインドシナ難民支援に始まり近年では 日本を取り巻く人の移動の変化に対応した多様な取り組みへ拡大している。IOM 中日事務所は1981年に開設された。アジアの経済大国である日本は主要な人身取引被害者の受け入れ国の一つと見られている。IOM は日本国内で保護された被害者に対して自主的帰国と職業訓練や企業など母国での社会復帰支援を 日本政府の人身取引対策行動計画の一環として2005年5月から実施している。日本政府は2010年から難民の第三国定住を受け入れている。IOM は日本政府からの要請を受け難民の出国準備及びタイの難民キャンプから日本までの移送等の支援をしている。具体的には健康診断や生活ガイダンス。 初級語学研修、大政府からの出国許可の取り付け、航空券の手配、空港までの移送、搭乗の補助等を行うほか、日本政府に対する情報の提供や受け入れる、難民を決めるための政府面接ミッションの支援、受け入れコミュニティに対する難民の背景資料、提供などを行っている。また2000年代初頭から東南アジアから、アメリカやカナダ等に移住する多数の難民の、 成田空港での乗り継ぎを日々アシストしている。景気後待機における不修学、自宅待機となっている外国につながる子供を対象とした緊急支援。子供が地域で孤立しないよう、日本語等の指導や学習習慣の確保を図るための場として、虹の架け橋教室を設け、主に公立学校への円滑な転入ができるように、することを目的としている。IOM は、 文部科学省からの拠出を受け、子供架け橋基金の運営を行い、実施団体の公募、審査、モニタリング等を実施している。2012年度、日本各地で約20カ所の外国へつながる子供のための虹の架け橋教室を運営している。東日本大震災直後より多言語ケースワーカーによる電話相談や他に手段がない移民に対する、 人道的緊急帰国支援を行った。帰国支援としては、母国の最終目的地までの交通支援や、大使館や入国管理局との調整等が行われた。事業の終了時には、多言語ケースワーカーを被災地に派遣し、日本で生活を続ける移民が被災から心の回復をするための活動を行った。移住に関する対話を日本国内でも推進している。 移民の社会統合のあり方などをテーマに2004年から毎年外務省とシンポジウムやワークショップを共催している。また、大学などの研究機関、国際機関、各国大使館、地方自治体、NGO 等と協力して人の移動に関する様々なフォーラムや講演会を主催あるいは共催している。ありがとうございます。